メガネライター藤井隆乃がお送りするメガネ流行通信。今回は失敗しない男性用の婚活メガネを紹介。メガネスタイリストの佐藤さんとデコラ東京の西畑さんに失敗しない婚活メガネの男性編をお聞きします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はいつもと違う場所ですね、西畑さん。そうですね、いつもはジビガラスの渋谷店で撮ることが多いんですけど、はい、今日は、その姉妹店であるデコラで、で隣にいらっしゃるのはどういう方ですか？佐藤さん、はい、このメガネスタイリストというお仕事されてて、メガネのスタイリストってどんなお仕事なんですか？はい、その人のこうイメージに合わせたこうメガネをオンラインでアドバイスをしたりとか、またカウンセリングをしたり、そしてショップに同行してお買い物のお手伝いするっていうようなことをやっております。それでデコラ東京さんにも通ってたっていう感じですかね。はい、かなりお世話になっております。あ、そうなんですねじゃあ今回早速ちょっとですね、婚活メガネの男性編について教えてください。婚活でメガネって重要なんでしょうか？はい、すごい重要ですね。メガネって顔の一部って言われるぐらい、選ぶフレームで顔の印象ってすごく変わるアイテムなんですよね。婚活メガネに向いてないはずとかってありますか？あ、はい、あります。例えばこうギラギラしてる感じですとか、はい、メガネの、ね、このフレームの縦幅、天地幅って言いますよね、はい、この天地幅がこう結構狭いものとかはシャープな印象になって、ちょっと怖い感じになるので、あまりおすすめはしておりません。あー、そうですか。ちょっとあれですかね、話しかけにくいというか。そうですね、こういうのもそうです、まあ、仕事ができそうな感じはするんですけどね。お仕事ではすごくいいと思うんですけども、うん、婚活ではあまりおすすめしないという感じですね、うん、なるほど。どうすると嬉しいわね。そうですね、実際にこう店頭でこういうスッキリというかシャープめなメガネをこう選びがちなというか、選ぶ方っていうのは割とこうきっちり感というか、はい、こうちょっとしっかり感というか、はい、そういうのをこう出すために着用したいという方が多いかなと思います、うん、婚活だとそれがちょっと逆にこう壁になっちゃうかもしれないです、ね、逆に硬さになってしまうかもしれません。女性から見てもやっぱ話しかけにくいって、単純に怖いですよね、まあ、キラッてしすぎみたいな、はい、と友人に来ていただいてメガネをかけてもらおうと思います。ビジョヒラと言います、よろしくお願いします。ビジョヒラさんは婚活中ではなくて結婚されてますよね。はい、ちょっとそこ言っといた方がいいかなと思って、はい、今回モデルとしてご協力いただいて、はい、じゃあ早速ちょっとそこをメガネかけてみて、はい、おー、インテリじゃないですか。そうですね、別に似合う似合わないだったら、はい、似合ってると思うんですけども、うん、まあ、確かにちょっと婚活でお見合いの場で、はい、こうね、このメガネだと、うん、ちょっとこう話しづらそうだなとかちょっと怖そうだなっていう感じはします。で、なんかすごい真面目で硬そうな感じ。あ、確かに真面目な感じがしますよね、うん、隙のなさが逆にこう話しかけにくさになってしまうのかな。確かにそうかもしれないです、はい、感じは。私もしっかりしなきゃって変なこと言って、うん、なんて思われるかな。あ、受け入れてくれないっていう感じ。そうですね、ボロカスぐらいの感じなんですよ。ちょっと自分で見ていただいていいですか？すごい思ってる以上に真面目な感じがですよね、しますね、うん、好きがないっていう、はい、もう1本の方からどうなっていいですか？でもこれも似合ってますよね。はい、決して似合わないってわけではないんですけど、うん、ギラギラしてるとこのちょっと価値観合うかなっていうところが心配に金銭感覚合うかな。なるほど。例えばやっぱこうちょっと強く見せたいのかなっていうふうにも、はい、感じるので、はい、なんかこう話し合いとかできるのかしらって思います。そういうのだと確かに婚活とか今の価値観で言うとマイナスになっちゃうかもしれないですね、そのかっこよく見えてるところは。そうですね、婚活にふさわしいメガネってどんな感じなんでしょうか？そうですね、話しかけやすそうな、そういったイメージ作りができるメガネがおすすめですね、うん、
ていうのも、はい、やはり最近はこう価値観すごく大事にされてる方が多いんですよね。価値観が合うかどうかっていうところ、はい、なので結婚をするとやはりこう働き方だったりですとか、また家事の分担ですよね。そういったところとか出てくるので、いかにこう話し合いができるかっていうところがすごく大事になってきますので、そういった話し合いがこうしやすそう、ちゃんと聞いてもらえそうな話し合いができるような、そういった、雰囲気が作れるメガネがおすすめです。話しかけやすいメガネっていうので、はい、形とかありますか？こういったボストンシェイプのメガネがおすすめです。丸みのある形、逆三角形ですよね。そうですね、このね、丸みがあるのがすごくこう柔らかいイメージになるので、イメージのこう雰囲気を作ってくれるので、おすすめですね。さっきのスクエアのシャドウの真逆みたいな感じですよね。そうですね、電池幅もあるとこう余裕があるようにも見えるんですよね。あ、なるほど、電池幅と余裕なんですね。はい、面白い。さっきおっしゃられてたその価値観があるかどうかみたいなところって、その話す前のその婚活の状況ってその第一印象でわからない部分じゃないですか。だからメガネがそういう力になるんだったらすごくいいなと思うんですけど、確かにこうやっぱり余裕がそうですね、ゆったりこう優しそうな、はい、はい、優しそうな雰囲気になりやすいですよね。丸メガネとかでは難しいですよね。丸メガネも優しさといいますか、そういった丸、根元に丸なんでそういった部分は出るんですけど、ちょっとね、丸だとコミカルな、あ、はい、印象になったりですとか、ちょっと個性的になってしまうので、このあたりが一番馴染みが良くていいかなと思います。実際にかけてもらっていいですか？全然違いますね。でしょ、全然変わるんですよね。めっちゃいいですよ。おぉちょっと今までにない自分な感じがしますね。なんか話しかけやすそうって分かりますね。はい、そうなんですよね。なんか応用力があるような、そんな感じもしますよね、うん、先ほど のシャープなメガネに比べると違いのこと、こう柔らかさというか、うん、はい、優しさが感じます。婚活目線でどういう感じで来ますか、このメガネから？はい、そうですね、やっぱりこう包容力がありそうで、こうしっかりと話し合いができそうかなっていう雰囲気はすごく感じますね、うん、ですよね。ちょっと手が、ね、どちらかとしても笑ってくれそうな。でも単純におしゃれですよね。なんか結構ね、おしゃれさっていうのも重要になるかなと思うんですよね、うんうん、普段からこうちょっとおしゃれっぽいというか、うんうん、トレンドとかもなんか分かってるのかなって。そうですよね。で、今度ちょっと違うメタルのかけ方。ああ、いいですね。なんか素敵な感じが。はい、それもいいですよね。素材が違うだけなんですけどね、ちょっとこうメタルになると素敵な感じもあって、うん、はい、上品な感じも出ますよね。婚活でこういうメガネなんてどう思われますか？なんかゆったりと生活できそうな、なんかそんな感じがあ、確かにします。もうこうせかせかした感じがしないと言いますか。あ、確かに ゆったりしてますね。そう言われると落ち着いた感じがしますね。柔らかい感じがします。普段あんまこういうメガネかけないですか？いや、こういうメガネは試してみようって思ったこともなかったので。そうなんですね、すごい新鮮ですね。って言われたらやっぱり先ほどのシャープの系のメガネとかは選びますし。そうですね、もう自分に合うメガネっていうのがそういうシャープな方が合うって勝手に思い込んでいたんで、こういうメガネを試す機会がなかったですね。めっちゃ似合ってますよ。そうですね、こう最近はこういうボストン型とか、もう特にメタルなんかこうビジネスでも普通に取り入れる方は多いので、そうか、知的で、はい、安心感のある感じが逆にこう人にこう話しかけやすいようなですね、そういう雰囲気がプラスになるんじゃないかなと。婚活だったらお金のこととかも結構見られてるわけですよね。そうですね、ああいった結婚相談所とかそういったところは、そういった年収とかもきっちりとこう申告をするので、はい、必ずそういうところはチェックされてると思います。なんかそのメガネによってはじゃあマイナスと見られるっていうのもあるんですよね。あんまりこうギラギラしてるものだと、お金の価値観合わなかったらどうしようなんていうふうに思われるかもしれないですね。あ、そうかもしれないですね。あと逆にその
お金あんまりなさそうになりそうとか言い方あれですけど安っぽいような、はい、そういったメガネだとまたそれも逆に大丈夫かなと思われるかもしれないですね。あ、見てるところはこういった感じのものですかね。よく量販店にあるような樹脂っぽい感じですかね。そうですね。それもちろんねそれがダメってわけではないんですけども、婚活などちょっと改まった場では、こういうのじゃない方がいいかと思います。そうですね、婚活で割と、さりげなく高級感とか出せそうなものになります。こういったセルとメタルがこうコンビになってるようなものは、さりげなく高級感が出てあまりこういやらしくなくかけてもらえるかと思います。ちょっとじゃあかけていただきます。メタルのところがキラキラしてますね。そうなんですよね。であまりにもこれはそんなすごいキラキラはしてないので、これぐらいちょっとこうツヤが抑えめでのものがおすすめではありますね。程よい高級感で、あまりこう相手に威圧感を与えるようなものではないとは思います。なんか仕立てのいいものをね、つけてる感じがしますね。そうですね。横から見ると少しまた印象が違いますね。ね、そうですね。そうなんですよね。結構人って正面じゃなくて割と横からとか斜め横から見られてることの方が多くて、正面がセル素材でもテンプルのところがメタルだとちょっとこう印象が変わったりしますね。きちんとした感じですね。はい、色がこう変わると雰囲気も変わるのでなんかしっくりまとまった。そうですね。形は先ほどのメガネと同じなんですけど、やっぱりよりこう何にでも合わせやすいというか、メガネをこう前に出しすぎないというかですね、そういう、色でいいなと思います。形で言うとボストンよりウェリントンに近い形なんですけども、ウェリントンでもあまりこう四角すぎなくってちょっと角が取れてるようなソフトなウェリントンだとちょっとこうきっちりも見えて、ちょうどいい感じではあるかなと思います。確かにビジネスっぽいというかあれですね、職場に行くようなとちょうどいいかもしれない。ちょうどいいですね。両方使える感じですね。じゃ最後になんか婚活メガネで大事なことは何でしょうか。あまり自分を強く見せようとはせずに、こう相手にこう寄り添えるようなそういったこう話しやすい雰囲気を作るっていうのが大事かと思います。全然印象変わりますもんね。はい、すごい変わりますよね。昔はこうメガネってもうそれだけでこうマイナスに見られた時代があったと思うんですけど、今はこう、プラスにできるアイテムかなとは思うので、こういうちょっと印象の違いがしっかりこうメガネ一つで違うっていうのはバブキにはねすごくなるのかなと。実際どうですか、いろんなメガネかけてご自身。やはり今まで自分に似合うメガネっていうのはこのスタイルだっていうのは勝手に決めていたところはあったので、こういう形でいろいろ試してみることで意外とこの表情の違いっていうのがこう分かってきて、で少しその中でチャレンジしてもいいかなっていうものや、このメガネだったら皆さんに対して少しこう敵対心も持たれずに穏やかな表情になるのかなみたいなところ、今日実際に掛け替えてみてその違いがよく分かりました。婚活メガネは全然こう不利にはならないので、ぜひご自身がねお持ちのメガネを一度ちょっとこう見直してみる機会になったらいいかなと思います。今回取材をお願いしたデコラ東京は、大人がゆったりとメガネを選べる丸の内のセレクトショップです。世界中からセレクトした高品質なメガネが揃い、会話から最適な一本を提案してくれます。チャンネル登録もぜひ。